里崎チャンネル。ちょ。こんにちは。さあ、パ・リーグ続編です。はい。今日はソフトバンク西武オリックス編です。はい。崖っぷち選手の現在地、はい、そうですね。ということで、まずオリックス。はい。袴田さん先輩増井です。はい。まあね、あの日曜日の登板でもちょっとね、ストライクボールはっきりしてて、フォームのバランスも良くて。悪くてね、うん、ちょっとここ数試合、うん、ちょっと打ち込まれてる、そうですね、感じが目立ちますけど、うん、大ピンチですね、うん、はい、でも一応ローテーションには入ってるっていう今のね、はい、2回連チャンで大量失点食らってるから、はい、うん、そうなんですよね。しかもここがで一つの問題がフォアボール連発で崩れてってだったら、はい、まあ、まだ修正点、いいボール投げてるのにもったいないなってなるじゃない、うん、フォアボール少ないのに打ち込まれてるんだよ、はい、こいつきついよね。まあまあそうですね、今の現状としては、うん、でこう真っ直ぐもね、こうシュート回転して真ん中入ってくるし、うん、全体的にあの甘めに入って、はい、キャッチャーのリードも苦労してたなっていうところはありますけど、うん、はい、次回登板があるとすればもうそろそろ結果出さないと、はい、ちょっと変わるんじゃないですか、先発ローテーションから。そうですね、うん、ただ全く先発ローテーションにも入ってなくて2軍っていう立ち位置よりはちょっとまだ、でも2軍から来るかも分かんないじゃん、うん、そうですね、それ落ちちゃう可能性ありますもんね。そうそう、うん、1軍から2軍に行く方がピンチだからね。あー、そっか。だから2軍で言うと今頑張ってるのが育成の東晃平、はい、うん、3勝防御率 1.72、 おー頑張ってる、はい、で跳躍、うん、1勝3敗だけど防御率 2.91、 おー、いいですね、うん、だから何気に頑張ってよ先発、あとピッチャーもいるからね、うん、2軍で、あとは中川アンダースロー、うん、ね、8試合投げて、まあ、これ中継ぎだけど 2.25、はい、防御率で、まあ、ケース続きは1軍にも上がってきてるし、うん、だから頑張らないと危ないよ。そうですね、育成の今東一番頑張ってるからね、うん、試合感になっちゃうんじゃない、なりますかね、下手したらね。36歳か、うん、そうよ、もう崖っぷちよ、うん、まだ椅子に座れてないよ、座れてないですか、今の現状、はい、うん、危ないよね、はい、年齢も年齢だけに、あと我慢してくれないからね、ベテランになってくると。まあまあそうですよね、そう、今の結果を求められるから、うん、ちょっとなかなか今のねピッチングは厳しい状況になりますけども、うん、はい、ね、まあどうなっていくのか、はい、ね、あとは野手、はい、後藤俊太、うん、はい、なってますけども、どうですか今シーズン。2軍では、22試合出場、2割5分5厘、ホームラン1本、盗塁が1、うん、全体的に悪いね、出塁率も3割1分7厘、うん、でしかも佐野がね出てきたっていうのもあるし、はい、中川前守ったり、宗、うん、とか出てきたりとか、はい、吉田いて杉本いて、うん、だからもう吉田と杉本が固まっちゃったから、はい、もうあと一つしか空いてないの、もしくは吉田が DH 行くか、うん、で中でいやちょっと厳しいね。そうですね、最近そのオリックスの若手陣の活躍結構厳しいですもんね、うん、しかも、うん、やっぱこう同じキャラクターで被るのが宗だから、はい、ね、最近すごいですもんね、宗がいいのよ、うん、あいい形でちょっとまだね、はい、安定感なくばらつきはあるけども、うん、やっぱ宗のやっぱ存在感がいいから、はい、ちょっと後藤危ない ね、 そうですね。しかも2軍でも2軍で一番ね結果残してるのが、うん、オリックスの2軍もなかなか厳しいね、全体的に打ってる方がいないっていうこと、いないね、厳しい2軍の選手でもそう思ったら本当に打てばすぐ上がれる可能性も、うん、そうなのよ、でもねそこら辺でね、うん、で左の代だと T 岡田いたりとか、はい、だからまあ頑張ればチャンスあるのよ、まだ1軍がそんなね、うん、ガチガチで戦力固定して、はい、もうガチッと固まってるわけじゃないから、うん、もう一息頑張んないとね、はい、もう一息頑張ったらワンチャンあるかも分かんないね、うん、だからこっからの活躍に期待だね、はい、ちょっと2軍の状況も見逃せないね、うん、オリックスは特に確かにそんなに打ってる方がいなかったら競争相手が、ね、そうだね、うん、だからあの日本の優先上位では上の方にいるね、うん、こう確実にね、はい、でもまあで何回も言ってるけど上げる人よりも下げる人を決めなきゃいけないから、はい、降りる人がいなかったら、うん、でもまあ怪我とかもあるからね、はい、その日本の選手にとってはそれがねチャンスになるから、まあそういった意味でもまあ今踏ん張りどころだね、はい、でもなかなか危ない状況だね、うん、そうですね、はい、で続いて、はい、西武の崖っぷち選手は木村とどがめ、はい、木村一軍ね、はい、上がってきてて、はい、西武の外野も若林がセンターでね、はい、ハマったりとか、あの愛と、うん、でこの若手がね、そうですね、この台頭してる中で、だから今もう西武でいうとウデンティン、愛と山田、若林、うん、もうここら辺のね頑張りっていうのが非常にいい形で頑張ってるんで、はい、うん、だから木村が今が1割7分8厘だからね、
14試合で盗塁もゼロ で足も若林がね、うん、いい足持ってるからピンチだね、うん、で金子もいて、はい、だからまあ本当取れるうちに取っとかないとそうやって来るのよ、うん、新しいのが、はい、だからクビになるとかはないけど、うん、レギュラーへの崖から崩れ落ちてるねもう、うんまあ、ちょっといい年にもなってきてるっていうのもね、うん、そうそうそう、ね、あとやっぱりその若手のね新人の若林とか愛斗とか、うん、そこら辺の頑張りもね、はい、しかもいいところで打ったりするから、うん、あの若手の台頭に押されて、はい、ちょっとレギュラーっていう崖に立ってたけど、うん、ちょっと崩れちゃったね、うん、落ちちゃったねレギュラーっていう鈴木くんも頑張ってねどうしたんやりえあのいや名前出してなかったのでちょっと私から、うん、あ個人的な個人的な鈴木くん頑張ってね個人プレー今個人プレーいきなり、はい、何言うのかと思ったら、いや最近結構ダイソーとかになってるので鈴木大地鈴木翔平鈴木翔平鈴木もね佐藤は少ないけど、はい、トップオブ佐藤っていう動画もあるんだけどね、はい、皆さんここあります、はい、トップオブ佐藤っていうのも少ないんだけど鈴木は多いよいや今西武の話してるわけ、ね、鈴木宏鈴木翔平一郎翔平何ですかこのやり取り西武に鈴木は翔平です剣じゃないケンさんじゃないの？翔平さんですね。そうなの？はい、うん、もう頑張ってほしいなって。一軍にはいますからね。うん、うん、はい。そうなの？じゃあちょっと見てみる？違う。はい。打率が1割です。はい。1割。いやだからダイソーとかで出てるんです。20打数2安打。はい。ダイソー出てんの？ダイソーはい。通りゼロ。はい、あ激励だもんね。ダイヤとかね、うん、出てたんでこの間、はい。見に行った時出てたんで。うん、はい、あとピッチャートカメ。はい。トカメもね今一軍にいるけども、うん、防御率1点なのよ。うん。結構いい形で、ファームでも 1.50 で、うん、しっかりだからもう戸亀はねフォアボールとか出して自分から崩れていかなかったらいいけど投球回10回なのにフォアボール7個出してるから、うん、ここがねちょっとたまに傷なんだよそうですね、うん、ここが安定的になるともうちょっといいんだけどまあ崖からは脱出してるねうんうん投げてますもんねうんそう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 今では9試合、はい、登板してるんでまあ崖にはいないねうんでも椅子にはまだ座ってないねまだ安心していられない、うん、できないけどまあまあでもまあここでまあでもねなかなかね今増田が抹消されてたりとか、はい、西武の中で、まあ、森脇上がってきたりしてね ありますけども戸上のねいい形のスパイクで中継ぎローンもできればね、うん、さらにピッチャー陣の層も厚くなるんで、まあ、存在としては大きいですよね、はい、まあでもまあまあまあいい感じで頑張れてるかなっていう、ねうんはいま、今のところ崖っぷちではないっていう、ね、ないね、うんはいまあ、西武はどっちもねこの主力っていう崖からは落ちてるけど、うんまあ、今踏ん張りどころだね、はい、で続いて、はい最後ソフトバンク上林この間すごい活躍しましたねすごいのよこのね、はいうん、あの最近の活躍としたらね、はい、でもずっと2軍にいたのよ、はい、上がってきて速攻そう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 、ね、あのグラシアルがねちょっとあの怪我してっていうところで、はい、で2軍でね2割6分9厘、うん、ホームラン2本打点12というのを持って1軍に来たらポンポンポンとね、うんはいあの何日の試合あの5月5日楽天戦、はい、5打数3安打1ホームラン4打点とね、うん、でその次の試合も4打数1安打だけど西武戦で5打ことだからここ続けていかなきゃいけないのよ、うん、やっぱこれもねこうだから、まあ、いい形でねこれを、まあね、人の怪我は本当にね幸せを呼ぶっていうのがプロ野球界だから仕方ないそれは仕方ないのよ、はい、チームとしてはマイナスだけど個人としてはやっぱ一軍で試合出なきゃいけないから、はい、そのね相手が怪我しようが不調だろうがチャンスが回ってきることには越したことないし、はい、その中で今上林も自分の存在をかけてチャンス掴まなきゃいけないね、はい、だって栗原もね、うん、いるし柳田いてグラシアルいたらなかなかで中村晃もいるしみたいな、ね、そう熱いですねその中でね怪我人も出てきてっていう中でこの上林をね今こう今年今が本当のチャンスだね、はい、これ掴めるかどうかで一生変わるね、うん、確かにそうですね、うん、今が本当に今人生 の, そのプロ野球人生の一番かもしれない、ね、そうそうそうだから大げさに言うと崖っぷち選手で崖から落ちてたのよ、はい、正直、うん、早がってたねおおもうちょっと今頑張れば頑張って一応崖の上にはゴー立てた、はい、けどまだ崖はい、ここから前に進むか落ちるかが勝負だね、はい、でもチャンスは早上がってきたねいやかなりかなり、うんはい、だからここ頑張ってほしいね、うんまあ、今ソフトバンクでねちょっとチーム状況もきついんで、はい、この上林のね頑張りで支えてやってもらいたいなと思いますよね、うんはい、あと武田、うん、早上がってきたよ、はい、ここもいいピッチングしてんのよ、うん、いい形でね、はい、この前も常にローテーションに入ってるわけじゃないけどもあのカーブの安定感がこの前の試合めっちゃ良くてあそうですか、うん、だって4試合投げて2勝1敗防御率 2.28 だから、うん、この前投げたのが4月29日だから、はい、ちょっとローテーション1回
あの飛んでますけど、うん、ここまでね15日のオリックス戦29日の日本ハム戦と2連勝できてるんで、はい、まあ、そういった意味でもね、もうフォアボールさえ出さなくて、あのカーブがね、うん、制球がつけばいいピッチング投げるんで、はい、まあ、こう期待しかないですね、あのピッチング見たらね、うん、去年までよりは明らかに違う良くなってる感じなんで、うんうん、そういった意味ではもうこの武田と上林はねいい形で、まあ、ソフトバンクもね全体的に怪我人多くて、この1軍2軍の入れ替えとかね、チームのこの競争が激しい中で、そのチャンスはね逆に多い方のチームではあるけども、はい、その中でまあしっかりとした形でね、うん、あの結果出してんじゃないのかなと、はい、だから今回のソフトバンク西武オリックスでいうと増井と後藤がピンチだね、オリックスの2人が、うん、ちょっとね、うん、まあ、松井はチャンスあるけどそこなんかなかなか生かしきれてないっていうところと、まあ、後藤はね今チャンスない中で、まあ、2軍でね、まあ、まだ1ヶ月半なんで、うん、ここでしっかり結果残して1軍チャレンジしてほしいですよね、はい、であと木村とがめはねちょっと若手の台頭が来てる中で、うん、まあ、どこまでベテランね踏ん張れるかっていうところと、はい、まあ、上林と武田はねこうチャンスがものになって、それをね生かしていけるかどうか、継続していけるか、うん、いけるかどうかね、うん、まあ、これもまた、はい、だから、まあ、今回は意外とねそうですね、うん、頑張ってる選手たちが多いかなっていう、前回に比べると、うん、そうそうそう、うんうん、まあ、でもまだね1ヶ月半だから、はい、ダメな選手もここから上がれるチャンスあるし、うん、上がってる選手も落ちる可能性あるから、はい、まあ、夏頃です、夏にまたチェックと、はい、したいと思います、はい。